こんにちは、Q&A です。今日のご質問です。先週法事があり、翌日に強烈な吐いた、腹痛に襲われました。痛みは次の日に収まっていたので、法事の疲れやストレスからかと思っていましたが、一昨日からまた鈍痛が始まり、昨日、歯科に行きました。そこでレントゲンを取ってもらい、診察を受けましたが、虫歯はないと言われました。他にも冷たい水の、熱いものでも、染みることも伝えましたが、異常はないと言われました。歯並びが悪く、歯の隙間に詰まったもののせいで痛みが起こることがあるので、掃除をして薬を塗っておきますと言われました。ですが、今でも鈍痛は続いていて、場所は左の奥歯の上下です。他の歯医者にも行ってみるべきでしょうか、それともこのまま診察を受けるべきでしょうか、という33歳の男性の方からいただきました。簡単に言うとですね、原因自体はもちろんレントゲン等もないので、この場では分かりませんし、レントゲンで歯医者さんでは何ともないということですので、おそらく神経にもなんか虫歯、削ったところの周囲には虫歯がないですしっていうことだと思います。ただかぶせてある歯だとすれば、もしかしたらその歯茎の際のところとか、そういったところに力がかかりすぎて、もしかしたら痛くなってきてるのかもしれません。鈍痛だっていうことなんで、一番考えられるのは、いわゆる食いしばり、ストレスがいっぱいかかってたことによって、食いしばり等で虫歯ではなくて食いしばりだとか、あとは関節症だとか、そういったものがあることによって痛みが出てるということが多いかなというふうに思います。原因が分からずお困りだと思うんですけど、ダメージって与えられてるんじゃないかなというふうに思いますので、一応他の院でいいと思いますので、セカンドオピニオンをもらっていただくというのが、今回の、回答とさせてください。本日は以上です。